チキンカツを作ります。くるみ 30g。20回ほどブンブン引っ張ります。ブンブンしたくるみをバットに移しておきます。鶏肉を生おから、溶き卵、ブンブンしたくるみの順に衣をつけます。 180度の油で両面がきつね色になるまで揚げたら完成です。